はまだ本当の恋を知らない。新しいアルバイトの渡辺さん、僕はまだ17だった。下手くそ。私の孫。山下君、今日何時に終わるの？え？今俺のこと好きって言った？言った。悪い？もうすぐキスだろ。そして次には、よっと19になったら一緒に暮らそう。その笑顔は完璧だった。俺じゃなきゃ無理だ。どうして何も聞かないの？君が好きだ。ダイヤモンド富士。 Yes。富士山の上に太陽が重なってる。年に2度しか見ることができないダイヤモンド富士を見ることができたら、忘れたいのにそれができない自分が悔しくて。惨めだろ。かっこ悪いよ。これでも舐めて頭働かせな。懐かしいキャラメルのその箱に書かれてある、滋養豊富、風味絶佳。まるでそれは「シュガー&スパイス風味絶佳」。